2020年中国大洪水は、2020年5月15日から7月にかけて、中国の中南部で豪雨により発生した大規模な洪水。主な被災地は、安岐省、石膏省、福建省、関東省、厚生地湾属地地区、雲南省、重慶市、紀州省、厚生省、四川省であり、安岐省と厚生省は、 被害の最も深刻な地域である。中国全土で130以上の河川が警戒水位を超えて、洪水による死者は少なくとも141名に達し、損害額はおよそ695.9億人民元に達した。6月28日8時から29日11時まで、武漢市の豪雨は全市で累計23.4ミリを記録した。 7月8日0時から6時にかけて、清海地大媒県では200ミリ以上の激しい雨が降り、大河ンは最大353ミリに達した。午前4時ごろ、大河ンの塩山村で山崩れが発生し、9人が生き埋めになり、21時までに5人が死亡した。6月28日、崩す推理センターは水門を開けて排水した。7月11日13時、 長湖の水位は33.49メートルに達して、水面は京州市上区の2メートルより高く、史上最高水位を上回る。新しい安江ダムは7月7日から14日まで放流した。5月29日に梅雨入りして以来、甲州市順案件は史上最強の梅雨に見舞われた。7月8日、千島湖の水位は史上最高となった。7月9日、 南平市で豪雨が発生し、洪水や土砂崩れなどの災害が発生し、多くの道路が損壊し、農作物が水没した。V 山市場区の積水は深刻であり、当地は豪雨積色警報信号を発表して、V 山風景区は全面的に閉園した。6月29日夜から30日にかけて、ジャオ尾ン市、静岡県、常涼県、維新県、 塩津県で豪雨が発生した。長江上流の支流白水港の水位は8メートル上昇した。川沿いの豪沈の洪水は深刻である。重慶市南港の豪津区と港区で洪水が2回発生した。6月22日2 0時、勝口の高互差水門駅は205.85メートルの水位を記録した。保証水位を5.34メートル超過し、 1940年の建設以来の最高水位となった。これは1998年の中国水害の205.55メートルよりも高い。6月11日から14日にかけて、有用土家族内属自治県と石中土家族族自治県で激しい雨が降った。6月12日、有用土家族内属自治県流単鎮の飛行雨量は318.5ミリメートルで、 特大豪雨に達した。6月11日07時から12日07時まで、純日小案件壁ミネチンは264.6ミリの豪雨が降り、うち1時間は、奇襲の歴史的記録を破った。時間あたり、最大雨量は163.3ミリだった。6月13日の末までに、8人が死亡し、5人が、行方不明となった。7月8日午前7時5分。 同人一松桃宮王族自治県石板村で山崩れが発生した。9日までに6人が行方不明となった。6月23日から24日までの陽光圏の豪雨では農村道路の路盤、路面、ヘリが崩れた場所713箇所、664,052立方メートル、直接の経済損失は9,210.25万元に達した。 6月26日18時から6月27日の1時まで、量産遺族自治州面霊県北部で豪雨が発生した。県庁、萱海道内の大関霊高速道路の交差点の下の248国道が崩壊し、2台の車が川に転落し、乗っていた10人のうち5人のみが救助され、2人が死亡、3人が行方不明となった。 6月30日23時までに、カヤかいとツネカイちで、合計14人が遭難し、8人が行方不明となった。7月6日午前6時、アバチベット族ちゃん族自治州小金健宅老賃、元ラ村吉見ネスナバで土石流災害は発生し、4人が行方不明となった。ありがとうございます。